入れてきました。あっという間に2ストライクです。ボールになります。痛烈、これはどうか、ヒットになった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあ、一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターボックスには山崎。ここはバントで走ってきた。キャッチャー送球して、ナイスセーフ、盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。さあ、チャンスになりましたよね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。はい、全くその通りですよね。さあ、外してくるのか、センターへ。さあ、いい当たりになった。ここは打ち上げています。掴んで2アウト。2アウトランナー2塁となりました。つなげたかったですね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。そうですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには3番の青木が入っています。まず際どいコースをついてきました。ストレート打った、セカンドが抑えた。一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。5回終わって1対0、1点リードはスワローズです。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、連続三振、三振を積み重ねます。裏の攻撃、チャンスの場面、しかし外野へのフライ、先制のチャンスを逃します。3回の表、ランナーを2塁に背負いましたが、しかし内野フライに抑えます。両チーム無得点のまま回が進みます。裏の攻撃、一打先制のチャンス、迎えるは3番青木。追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。スワローズ先手を取ります。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。これから6回、カープは代打を送ります。バッターボックスには代打の松山。まあ、小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ、改めて集中していきたい場面です。最初はボール、次は甘くなるくらいならボール気味でいいですね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。インサイド落ちました。掘ってワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の森下が打席に入ります。まあ、好投してますが、代打を送って点を取りに行くべきじゃなかったでしょうか。そうですね。この球は外れています。
インサイド、高い打球右中間へ、ここは打ち上げています。ライト掴んで2アウト。バッターボックスには代打の菊池、2アウトになっています。ファウルになります。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。2球目打ちました。ここはフライになっています。取って3アウトです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはスワローズです。カープ6回の裏、カープに選手の交代がありました。今日は非常にコントロールがよく、ストライク先行です。球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、さあスワローズ、この回は4番から始まります。バッターは村上、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。スワローズ1点リードで迎える6回の攻撃です。改めてお聞きします。バッターボックスの村上、バッターとしてはどういう特徴がありますか？打球に角度をつけてスタンドまで運ぶ、いわゆるホームランバッターですね。そうですか。外に決まりました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。次が4球目。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。村上、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張っていきました。いや本当にうまく反応しましたよね。さあスワローズ追加点のチャンスを迎えています。点差は何点あってもいいわけですから、取れるときにどんどん取っておきたいですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょう。山田が入っています。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあ初球は何か。見送ってまずはストライクです。右中間へ、ここはフライになっています。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打の西浦。赤星さん、ここで代打を起用してきました。まあこの先の展開を楽にするためにも、この場面で点を取りに行くということでしょうね。なるほど、そうですね。さあ得点につなげていきたいところです。初球から際どいコースをついてきます。高めへのストライク、すぐに追い込みました。この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。6回終わって1対0。
1点リードはスワローズです。スワローズこれから7回、スワローズに選手の交代がありました。ただいまの回に代打いたしました西浦、そのまま入り、これから7回、カープは代打を送ります。バッターボックスには代打の相澤。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。インサイド打ち上げました。左中間へ打球伸びる。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスには3番西川。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、インサイド変化球外れます。ボール先行です。アウトコースへ決めました。インサイド落ちました。一二塁間を破る。一気にライトへ。西川、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。バッターボックスは4番マクフォール。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。はい、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想です。変化球抜けていった。センター前ヒット。マクフォール、ヒットが出ました。ここはうまく打ち返されてしまいました。さあここでカープ代走を送ります。ファーストランナーは末永。長打でランナーが帰れば逆転です。打席には5番バッター坂倉。スワローズ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ一打出れば同点という局面。変化球打った。ファーストの左、抑えた。二塁送球、際どいタイミング、一塁はセーフ。際どいがゲッツーは免れました。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。初球ボール、いいところに決まってますよね。アウトローの変化球、キレがあります。バットを出しません。ワンボールツーストライクです。おっとどうだ。ファウルボールです。外の低め見極めます。ワンバウンドヒットになりました。ボールは中継、サードランナーホームイン。
カープ追いつきました。1対1スワローズ、なおも二塁一塁のピンチ。抑えたかったんですが、この場面で同点とされてしまいました。そうですね、流れが変わってくるかもしれませんね。ここで追いつかれました。同点です。バッターボックスは7番堂林。スワローズこの回1点を失っています。さあ試合を振り出しに戻され、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを背負った場面。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。